皆様いかがお過ごしでしょうか ?2021 年新年明けましておめでとうございます。本日はですね、えー、と1月の8日です。はい、で、本日最初の一発目としてやっていきたいんですが、東京都が毎日発表している PCR 検査。 陽性者確認数についての分析ですまあね緊急事態宣言とかで、まあ、昨日いろいろ騒がれてますけど、まあ、なぜ緊急事態宣言を要請しなければならない事態になったかをここでちょっと詳しく見ていきたいと思いますで最初のグラフなんですがいつもの通りこれはもう東京都がね発表してる陽性者数の推移ですねはい。 2020年4月3日からのデータになってますね。で、昨日までのデータを入れてあります。あの2200何人ってやつですね。結構な数字になってきてしまってますけど、まあ見た通りここに来てすごい勢いで跳ね上がってますねグラフの方が。で、オレンジ色の線が7日移動平均です。1週間の移動平均となって ております。これはひどい平気に見てわかると思うんですけど、一時はですね。横ばいになったんですよね。はい、この第2波で騒がれて、まあ横ばいでで結局どっちに行くんだろう？ということで、まあ上に抜けていってしまったということです。で、ここに来てこの上昇率がですね。一気に跳ね上がってきましたね。はい、ものすごい勢いですね。 で年末年始どうなんだろうと思いますよね、あの検査体制あのど、医療機関が、ね、年末年始、やっぱり休みに入る関係上、どうしても PCR 検査の、まあ、行える人数っていうのが、まあ、減ったんじゃないか、減ってるんじゃないかっていうような疑問に思う方も大勢いらっしゃると思うんですけどで、こちらがそのグラフとなっております。はい えと若干ねやはりあの年末年始 PCR の検査人数は減っておりますね、はい、この赤い線がですねあの、はい、7日移動平均になっておりますがこうちょっと年末年始のところで一気に落ち込んでると思うんですけどで昨日また一気に検査人数が増えてあのグラフがどーんと上に行ってますがこれ 多分検査人数1万5千一万五千なんたらあるんですよねはい <coughs> ということでやっぱ年末年始はあのー、PCR のね検査受ける人数は減っておりましたで年末年始ねあのね PCR の検査人数が、あのー、減ってるにもかかわらず残念ながらねあれなんですよ、あのー、陽性率 <laughs> 陽性者数が増えてきてしまって PCR の検査,検査人数が減ってるのに陽性者数が増えてきてしまってるということでさすがにこれはとも焦ったんでしょうねはいうんそうだと思いますね1月7日はね1万5590人の、まあ、検査人数となってるんですがで、まあ、1月1日は日は。 6, 人、2日は3,816人で3日は2,828 28人で4日が3,306人といった感じでやっぱ一旦ね年末年始のところで検査人数は減ってたんですがところが陽性者数は783814816884とこう増えてきてしまったんでさすがにこれはねとも焦って たんだと思いますで当然ながらですねこういう状況になると PCR 検査の陽性率が気になるところですよねでこちらのグラフがですねその陽性率となっております、まあ見ていただくと分かるんですけどまあかなりのかなりの陽性率上がってきてしまいましたね。 えー、もう私は陽性率10%超えた辺たりからやばいなって思ってたんですがもう年末年始に差し掛かって明らかに陽性率が10%どころか20%を超えてきてしまったんですよ。まあこの緑色の線がですねあの7日移動平均1週間の <laughs> 平均を取らせていただいてるんですが明らかにもう。 ぐんと上上にねねがってきてきししまいました、ねはいた一気にこの20%陽性率20%以上になってきてしまったんですね直近で最大のところでうーん45%陽性率45%を超えてきてしまっているところがあるんですがこれがですね12月の30日です。 で29日は15を超えてきててきしまっていまっいすその後10%超えがずっと続いておりまして6日が34%ですね陽性率で,で昨日が15%となっておりましてで、まあ、1週間の平均で、まあ、だ見てみると20%、まあ、半ばから前半ぐらいになってきてしまっているといったところです。 なのでまあこれはもう検査人数が増えてるから陽性者数が増えてるっていう言い訳がね完全にできない事態になってきてしまってるのでさすがに焦ったんでしょうね、えー、焦ったと思いますよなのでまあ急遽緊急事態宣言を要請せざるを得ないような 状態に追い込まれてしまったといったところでしょうかね。はい、まあ陽性率20%を超えてきちゃったからもうねうん、まあ、感染を抑え込むのはまず無理です。はい、この数字をを見見るる限り分析した結果を見る、ま、ず無理で,すで、まあ、緊急事態宣言出したからといったってね、まあ、どうということはないと思うんですよね、これ、こうなっちゃうとうん。 うんまあ本当にに 7, 7割8割の,あの外出制限みたいな4月やりましたけど去年の4月やりましたけどまああれ以上に抑え込まないと難しいんじゃないんですかねとは思いますけどねはいうんまあそういうわけですで まあ緊急事態宣言突然出されたとしましても結局仕事をしないわけにはいかないんでもう明日からも明日からも私も本当と都心で仕事をせざるを得ないというね、うん、しょうがないですはいさあ皆様はどのようにお感じになられたでしょうかでは本日はここまで「せねりせねりせねり」